大空から大きな翼を広げて登場してきました。まとめましてお集まりの皆様、こんにちは。ありがとうございます。本日はようこそ神戸動物園カフェ。リングしては皆様のすぐ近くを鳥たちが飛び交います。そのため急にお席から立ち上がったり手を出したりすると大変危険ですのでご遠慮ください。それでは紹介していきましょう。こちら南米の山岳地帯に生息をする大型の猛禽類、種類をワシのスリ、名前をアンリと言います。ところで皆様、猛禽類という言葉ご存知でしょうか。猛禽類とはアンリのように鋭い爪、そして鋭いくちばしを武器とし、さまざまな獲物を狩って生活をする肉食の鳥のことをまとめて猛禽類と呼んでいるんです。ワシの他にはタカイラ、ハヤブサ、コンドル、そして可愛らしいイメージのフクロウやミミズクなども同じ肉食の仲間猛禽類です。そんな中でも特に目がいいのがこのワシやタカの仲間。その視力の良さはなんと人間の7倍から8倍もあると言われているんです。 7.0 から 8.0 の視力、そんな優れた視力を使い、この鳥たちは上空高くから獲物を見つけ狩りを行います。それではアンリの出番、この辺りで終了といたしましょう。トップバッター、ワシのスリのアンリでした。アンリ。続いて皆様にご覧いただくのは猛禽類本来の狩りの姿です。ですが本物の息というものは使用できません。そこで使うのがこちら、ルアーと呼ばれる偽物のようなものです。このルアーをめがけある鳥はハンティングを行います。それでは早速ご覧いただきましょう。ハンティングスタートです。さあ、一羽の鳥が猛スピードで登場してきました。こちらは種類をオナガハヤブサ、名前をインカと言います。ハヤブサの狩りのスタイルは、狙った獲物を執拗に追いかけますテールチェイス型。何度も何度も獲物にアタックを繰り返し、終わったところを仕留めていくんです。また上空から下降する時のスピードはなんと時速300キロにも及びます。まさに世界最速のハンター。こんなスピードで追われてしまっては獲物もひとたまりもありません。またインコの翼の形にもご注目、まるでカバのような細長い形をしていますよね。この羽で風を吸い込むということで急な方向転換を可能としているんです。また翼を囲み空気抵抗を抑え、スピードに特化した飛び方を行うなど、この鳥たちはさまざまなテクニックを使って確実に獲物を仕留めていきます。さあ、それではインカの狩りもいよいよクライマックスを迎えます。果たして獲物を捕らえることはできるのでしょうか。しっかりと狙いを定めてゴー。ナイスキャッチ。ナイス成功です。見事空中に舞い上がった獲物を捕らえることができました。そしてこの後インコが取る、この後インコが取る行動にも注目してみましょう。インコは両方の翼を大きく広げます。これは羽のふすまと書いてハブスマと呼ばれる行動です。翼を広げることで自分で取った獲物を他の鳥に取られないように隠しているんです。この時私たちスタッフも慎重に近づかなければ獲物を奪いに来た敵だと思われてしまい逃げられてしまうんです。それではスタッフの元へ戻ったところでインカの出番はこの辺りで終了です。華麗な狩りの姿を披露いたしました。お長かよさのインカでした。猛禽類のことを興味を持っていただけたでしょうか。続いてご紹介する鳥もまたまた猛禽類、肉食の鳥です。準備はできていますか。かっこよく登場してきました。こちら鷹の仲間に種類をハリスホーク、名前をカイトと言います。
役割分担を行うことで効率よく狩りをすることができるんです。そしてそんな群れの仲間と取った獲物はなんとみんなで山分けをします。なんとも平和的でその賢さが伺えますよね。さあ今日はそんなカイトと一緒に皆様には素敵な体験をしていただきましょう。実はこちらのカイト、私たちスタッフの腕だけではなく知らない人の腕にも泊まることができるんです。今日はせっかくですので、この会場にいるお客様どなたかにカイトキャッチにチャレンジしてもらいたいと思います。それでは自ら腕に肉食の鳥飛ばしてみたいという勇気のあるお客様、元気よく手を挙げてください。それではみんなの腕を左にはめれますか。で、下に一回降りてもらって OK です。腕はピンクの場所で、お母様はじゃあこちらに一緒に座ってもらいましょう。 OK、 そしたらここからエッチリバを変えて、私がせーのって言ったら、あの鳥さんの名前、大きな声でさあ、ちょっと心配ですが、早速行ってみましょう。せーので、カイトですよ。OK ですか。それでは、お兄ちゃんによるカイトキャッチ。めちゃくちゃ緊張してましたが、見事一発で大成功でした。頑張ってくれたお兄ちゃんに拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは太鼓の出番、このあたりで終了です。頑張ってくれました。ゲストの僕は太鼓でした。タイムキャッチしっかりと決まった後は、夜のハンターを呼んでみましょう。これモーターだよ。これモーターや。ひら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 と一羽の鳥が登場してきました。こちらは夜を代表する鳥です。フクロウの仲間で、種類をメンフクロウ、名前をキャスパーと言います。皆様、キャスパーのこの丸い顔が見えるでしょうか。この顔がまるでお面を見えることから、メンフクロウと名前が付けられているんです。そして先ほどから羽ばたく羽の音、ほとんど聞こえてもないと思います。フクロウは夜のハンターです。暗闇の中でわさわさと大きな音を立てて飛んでいては、せっかく見つけた獲物にも気づかれて逃げられてしまいますよね。そのため、このように静かに飛ぶ必要があるんですが、この静かな飛行を行うためには、羽にある秘密が隠されているんです。その秘密とは、羽の柔らかさです。フクロウの羽は鳥たちの中でもトップクラスに柔らかく、その柔らかい羽が飛んでいる時の音を吸収することで、これだけ静かに飛ぶことができるんです。ですが、ただ飛んでいるだけでは獲物を見つけることはできません。そこで次に役に立つのが優れた聴力です。フクロウは獲物の立てる音の高さや距離、方向までもがはっきりと聞こえるんです。そんな能力を使って暗闇の中で狩りを行っています。さあ、そしてもう一つ、
福岡といえば首がよく回るというイメージをお持ちの方が多いと思います。さあそしてキャスパー、急に姿が見えなくなってしまいましたね。ここでまさかの少し休憩といったところでしょうか。実は鳥たち、私たちのもとに飛んでやってくると小さなお肉をあげているんです。ですので、お腹がいっぱいになってきてしまうと集中力が少しなくなってきて、このように休憩をしてしまうこともあるんです。さあ、そして話を戻しましょう。フクロウといえば首がよく回るというイメージ。それでは、その首一体どのくらい回るのかというと、さすがに一周近くは回すことはできないんです。ですが、右にも左にも270度ずつ一周近く回すことができます。さあ、そしてここで松さんが飛んできたので、キャスパーの出番はこの後にで終了のようです。自由にお散歩をしていますが、少し後で反省会をしたいと思います。頑張りました、ベイクのキャスパーでした。さあ、気を取り直して皆様には続いての鳥をご紹介しましょう。さあ、あちらから白い一番いいなマトプタ、マトプタと登場してきました。こちらやってきたのはオウムの仲間で種類をキバタン、名前をアレンと言います。さあ、ここで突然